こんにちは。こんにちは。カグラノバミラノの片倉でございます。じかです。本日ですけれども、オーバーサイズ特集ということで、オーバーサイズってほどのものはうちにはあんまないんですけど、そうですね。いかにもなものをとりあえず着てみました。そう、前回、はい、たまたまちょっとなんかワイドパンツ的なくくりで、なんかちょっといろいろ集めて、ちょっとゆるっとした感じのなんでしょうコーディネートもご紹介できたらいいですよねって話をしてたんですけど、はい、よくよくその後うちの商品をいろいろこうやって探してみたんですけど、そこまでのワイドパンツが実はそうですね。いわゆる皆さんが想像するようなものそう本当にもうワボーンっていうのが実はあんまりなかったので、はい、まあそこまでそのワイドパンツっていうものに、くくられすぎず、はい、ちょっとオーバーサイズシルエットのものを取り入れた時のなんとなく全体の雰囲気の着こなし方とか、なんかそういうのをちょっと見て、ね、ちょっと路線変更してそのなんかオーバーサイズって一言で言ってもその、はい、ショップとか、うん、そのメディアと雑誌とかによってその解釈の仕方っていろいろ違うと思うので、はい、ガルダ・ノバ・ミラノとしてはという、はい、ガルダ流お届けします。はいはい、っていう感じで早速なんですけど、はい、今着ているのがマルニのこれで46なんですよ。うん、S サイズ。S サイズ、めちゃくちゃオーバー。に、前回最後の方でご紹介した、ヘルノのリゾートコレクションの。ちょっとワイドに履けるような、パンツ、スウェード。エフェクトの。フェイクスウェードっていうんですかね。はい、パンツを合わせます。で、ジルサンダーの、プラットフォームシューズ。はい。ジルサンダーのこれも本当に入ってきた時はうちのお客さんが気に入ってくれるかなっていうのはあったんですけど、はい、ようやく時代が来ましたね。時代が来ましたっていう感じのやっぱりさすがデザイナーズブランドだけありますね、はい、ちょっと後からね流行が追いつくっていうのがでもやっとね、あ、そっか、こういうワイドパンツとか、はい、こういうふうに合わせたらなんか自然に取り入れられるんだっていうのがやっとわかるっていうね。本当にそんな感じがします。はい。で、今上に着てるのは、はい、まあこれマルニ、今年はねマルニ結構オーバーサイズのシルエットのものが多かったんですけど、はい、その中でも特に一番超オーバーサイズシルエットの、ね、フーディーでした。一番店内でオーバーサイズで着れるような雰囲気のものになってます。はいで、なんかちょっと今回特にお伝えしたいのが、まずお伝えしたいのが、なんかオーバーサイズをなんかご紹介するときに、多分皆さん懸念されてる、大人の方が懸念されてるのが、多分その幼く見えるとか、うん、子供っぽく見えちゃうから、そうですね、40代としてはなかなかそうですね、いつもジャケットを着てる身からすると、なんかこれ着ることで10歳ぐらいちょっと年下に見えるというか雰囲気とかもあったりするかもしれないんですけど、うん、あとはだらしないとかそういった部分があると思うんですけど、これだと下にジーンズとか普通に合わせちゃうと完全にラフになっちゃうので、うん、素材感を上質なものに変えるとか、うん、あと形が洗練されたものに変えるとか、うん、あとトーンをもう色数最大でも2色とか、うん、そういったちょっと洗練された雰囲気で合わせると。うん、大人の方もなんか取り入れやすいのかなと。そうですね。夏のさ、短パンに上長袖シャツみたいな、シルエットって上にボリューム感あって下がスッと見えるっていう逆三角形みたいな、体の形は違うけどボリューム感でいうとそういう逆三みたいなね感じに見えると思うんだけど、このオーバーサイズの着方もそういった感じで足元をすっきりさせた方がさっきのだらしなくないし、上が大きくて下がスッとしてる感じ、靴も重要だし、そういう意味で綺麗に着やすくて、なんかちょっとこなれた大人っぽい感じに出せるのは、まあパンツもすごく重要かなっていうところなんですけど、やっぱ黄金の I ラインとか A ラインとか V ラインとかありますけど、やっぱ大事ですよね。そうですね。そこにたどり着くというか。で、多分今回のこの上下のセットのポイントは、いわゆるその今の上にボリュームを持たせたら下すっきりっていう中でも、ちょっと下もゆるっとさせた時っていうの程よいバランスっていうのが、このヘルノのスウェードエフェクトのパンツは程よく本当にちょうどよくて、これでピタッとしたレギンスみたいな感じっていう、そうスキニーみたいな感じでももちろんその割合としては合ってるのかもしれないんですけど、今の流れというか最近のそのファッションの流れとしてエフォートレスっていうファッション用語があるみたいで、まあ要約すると気軽にファッションを楽しむっていう、まあ、よくうちのお店の YouTube でも肩肘張らないとかちょっと緩く感じ気軽に着こなすみたいな、なんかそういう意味らしくって、なのでそういう雰囲気もオーバーサイズのシルエットで出したいっていう時の程よい絶対解というか絶対正解なシルエットなのがちょっとこのヘルノのパンツじゃないかなっていうのをすごく私は思いました。なんかこのパンツはですね、最近タックパンツって結構増えてきてると思うんですけど、お持ちの方も多いと思うんですけど、一時期前まではノータック探してますって方も店舗に8割ぐらいいらっしゃる状況だったんですけど、徐々に細すぎるのちょっとなっていう方も増えてきて、そう結構なんかタック入りに抵抗のある方が結構多かった印象だったんですけど、あんまりだんだんね皆さんタックに対してのその抵抗がなくなってきて、昔はなんかもうパンツって細く細く細くっていう流れだったのが、逆にこう少しずつゆる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 っていうなんかこうね、1年おきに流れが来て、許容度がだんだん増してきて、割と最近はもう股上が深めのものだったりとか、あと渡り幅、この太もも周りに余裕があるっていう感じだけど、そこまでゆるゆるすぎずにテーパードがきちんと効いたような。まあ上品に見えるそのゆるさ感っていうのが程よいっていうもので、割と最近落ち着いてきてるのかなというところなんですよね。で、ただ今回のこのヘルノの、このパンツに関してはそれよりはもうちょっとストレートシルエット、ちょっと裾幅までこうテーパードがすごい効いてるっていうよりは、テーパード逆に効かせてないよみたいなシルエットなんですよ。だけどやっぱり履くとすごく綺麗で、裾幅がどうとかっていう、そのいわゆるイタリアンクラシカンだ PT とかインコテックスとか、ああいう感じのパンツのシルエットっていうよりは、こう少しストンとしたちょっと脱力感のある、なんかちょっといわゆるスウェットだとかジャージーみたいな雰囲気で履けそうな感じのシルエットですね。そうですね、はい、あとスウェードのこの重みがある生地感なので、すごい落ち感が出て、そうですね、ドレープがありますもんね。という感じで、いろんなね履きこなしとかあると思うんですけど、うちとしてはちょっとここら辺に膨らみがありつつ、ちょっとテーパードが効いてて、裾幅は従来と同じぐらいですっきり履くのがいいんじゃないかなという、そうですね、感じで、ちょうどいい感じの程よい感じの大人ですから、ほどほどにということで感じですね。そう、なんか面白い、なんか若者とかファッショニスタはレバレッジって言葉あるじゃないですか。そのレバレッジ100倍なんですよ、トレンドに対して。振り切った感じですね。振り切った感じなんですよ。もうそれっつったらゴーンみたいな。大人の方はレバレッジ1倍でもうなんか現物でなんかちょい堅実にいくみたいな。その感じの伝わるかな。ちょっとずつ取り入れていきましょうという。はい。無理のないね。そうですね。それこそその気負わず、気楽に。そう、それこそエフォートです。そうですね。はい。じゃあちょっとまた違うパターンで、これはカジュアルなパターンだったんですけど、綺麗な雰囲気で着るとどうなるかっていうのを一つまた着てみます。はい。先ほどのスウェードパンツですね、着替える前にちょっとヘルのリゾートコレクションでまとめてこんな感じっていうところに、着てみました。一気に上品な大人な感じ。全然ね、色味同じですけどね、サイズ感と素材感が変わるだけで、なんかこういう感じになります。一気に雰囲気が変わりましたね。でこれでなんか下がピチッとしたね、ピチッとしたの最近は履く人もいないと思うんですけど、細すぎるものだとなんかそれはそれでなんていうんですかね、いいんですけど、ちょっと一時前のスタイリングになるのかなという気がするので、この雰囲気もちょっと今後お楽しみいただけるといいのかなと。いいですね。なんかそのリゾートコレクションのその雰囲気をそのまま再現したような感じ、そこまでビチッとしてないけどでも上品でちょっとラグジュアリーみたいな、そんな感じの雰囲気ですね。リゾートでそんなピチピチの着ててもね、あれですよね。なんかね、イタリアのオーナー、なんか仕事で会うオーナーさんの人たちのラフな感じ、こういう人結構多い。ニットブルゾンみたいの着て、秋だったらそれにマフラー巻いちゃってみたいな、結構よく見るスタイルかもしれない。これぐらいのこの上品さ残したゆるさ感っていうのは上手なんでしょうね、多分。そうですね。ちなみに先ほども同じように上はマルニーの46でしたけど、これは同じように46は46でも決してそのオーバーサイズのシルエットじゃないっていうものを上に持ってきた時のこのパンツの見え方の雰囲気と、あと本当のオーバーサイズを先ほどのように合わせた時のこのパンツの見え方のシルエットの雰囲気とっていうのが結構やっぱりね、合わせるものの感じによって結構変わってくるのかなっていうところはこれで見て分かっていただけたかなと思います。比較材料として、はい、比較材料として、これだとね全然大人っぽく、そのゆるっとしたパンツ、ちょっとワイドめなパンツ、こんな感じで取り入れればいいかっていう一つのなんていうの、ね、ポイントみたいな感じなのかなって思います。であと一つだけ付け加えると、この先ほど言ったトーンオントーン、そうですね、こういう感じでパーキとかね合わせて揃えるとなおさら多分いいのかなと、よりなんか上質な、なんか上品なみたいな大人っぽさが出てきますね。ワイドだけど洗練されたっていう感じでいいと思います。じゃあちょっとまた今までちょっとヘルナのコーディネートがだったので、ちょっとまた違った感じでもう最後にもうワンコーデちょっと着替えてみます。はい、もうなんてことない普通の装いですけども、ちょっとここなんかポイントがいきなりポイントがっていうところですけど、こうやって手入れた時にちょっとこうふわってなる、はいはい、パンツが僕らの定義するワイドパンツだった雰囲気でちょっと見ていただけるといいかなと。で僕らの中ではこれもワイド十分ワイドです。まあ一番取り入れやすくていいのかなって結構私は思いました。グレーでちょっとウォッシュかけて色あせた感じで、こっちもそうですね、両方ともちょっとこなれた雰囲気で、程よいゆるっと感があるけど、まあ裾幅は先ほどお話ししたようにそこまですごい広いとかっていう感じじゃないので、なんていうんでしょうね、程よく上品な、でも決して全体的に太すぎずでも細すぎず、これならなんかすごい取り入れやすそうな秋のね装いにぴったりなセットかなと思います。かなりちょっとなんでしょうね、肌にこうくっつかないのですんごい気持ちいいんですよ。そういうのもあってかなりおすすめしやすいかなと思いますね。今上に着てるのはグランサッソのコットンニットになります。お色違いもいろいろあるんですけど、あとネイビーとこれも色違いでたくさんある、いろんなお色がありますね。ちょっと薄めのコーデュロイです。なのでこういう感じで上はジャストサイズ、下もジャストサイズなんだけど、もともとのシルエットがちょっぴりワイド、うちの中でいうワイドっていう感じのものを上品に合わせると、これだけでなんて言うんでしょうね、まとまりがすっきり。そうですね、新しく服を買うとしたらちょっと今のトレンドにより近い方でっていう感じの組み合わせですね。そうですね。あとはちょっと私の方でもう一つお伝えしたいのが丈感なんですけど、今の丈感多分すごいちょうどいいんじゃないかなと思うんですよね。大事ですね。そうで、先ほどのヘルナのパンツもそうだったんですけど、なんかこういうちょっとしたゆるっとしたパンツを、裾幅もそこまで劇的に細すぎないパンツを合わせるときはもちろん夏とかだとねアンクル丈とかで合わせてもかっこいいんですけど、これからの秋の季節とかっていう風になってきたときはノークッションよりちょいワンクッションぐらいな、ちょっとゆるっと軽く長めぐらいな感じで余裕を持たせてあげると、その全体の柔らかい雰囲気によりなんていうんでしょうね、トレンドを取り入れたっていう丈感にできるのかなと思うので、ハーフクッションですね。そうですね、ハーフクッションもしくはワンクッションぐらいかなっていうぐらいですね。それちょっとおすすめしますですね。これでちょっと丈短いとちょっとせっかくの雰囲気がもったいなくなっちゃうかなという雰囲気はあったりしますので、まさに丈感大事ですね。大事ですね。であと一応なんかこれ今東京も暑さが和らいできて、みんな服を着るって秋服を着るってなったら多分こんな感じかなというので、セーター一枚にしてるんですけど、季節が深まってきたらこういう感じでダウンベストを合わせたりして、またその選ぶお色の選択が素晴らしい。いいですよね、やっぱり柔らかい色ですね。カシミヤさんのこういうのとか、あと普通にここら辺もこういうね柔らかいねお色でもいいです。っていう感じで、そうですね。なのでこれからの時期はだんだん深まる秋が深まって冬に近づくほどレイヤード重ね着のファッションを楽しんでくれるので、まずはシンプルに、例えばこれが一つのご提案だとしたら、そこにベストもしくはこうニットブルゾン、なんかこうアウターっていうものをどんどんなんとなく足していくと、なんかこうシンプルにね、今の上下だとジャケットも全然あんまりなんて言うんでしょうね、いわゆるちょっとゆるっとしたワイドなパンツにっていう風に考えなくても、ジャケットにも十分すんなりはまる太さ感なので、なのでこれは全然気軽に取り入れやすいかなと思います。ちょっとあれですね、ワイドっぽい商品、ワイドオーバーサイズっぽく着れる商品をまとめてオンライン上にちょっと掲載しようかなと思うので、ちょっとそちらもご参照いただければいいかなと思います。いいですね、それね。ちょっと前回のヘルナの回もそうですし、今回もこういうちょっと秋物というか、秋冬物のご紹介にだんだんこう変わってはきてるんですけれども、やっとねこれから季節が追いついてきて、気分もそちらにシフトチェンジ自然にできるようになれば、すんなりなんか今年はすごい猛暑が続いて記録的何日連続みたいなのがニュースを毎日こう騒がしてますけど、まあ いずれは冬も来ますので、そうですね、なかなか気分がね、まだエンジンかからないですよね。これからの秋の爽やかな季節を、はい、ぜひ楽しみに待ち遠しいです。待ち遠しい見ていただけたらと思います。みんなで待ちましょう。ということで、はい、本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。